3つ目こちらです。じゃん、老後も楽しめるメディアを作りたいということで、オイラ的にはやっぱりこうちょっと年齢を重ねてきたことで何かこう作りたいものとか興味関心っていうのがフリーペーパーにもやっぱり反映されてくるもんですかね。マグネットは本当に最初の頃は、まあ、自分で意識してあんまりローカルっぽいことは、あんまりやってなかったんですよ。それはなぜかというと、なんか北海道初のフリーペーパーなら北海道初のテーマを中心にしなければいけないみたい な, なんか縛りがなんとなくあるような気がして、なんかそれに対するちょっとなんかよくわからない反発があって、もちろん全然扱ってないわけではないんですけど、あえてちょっとローカル的なテーマには距離を置いてたんですよね。ただなんかこう40歳を過ぎたあたりから、でもやっぱり自分の住んでる生まれ育ったところをなんかテーマにしてみるっていうのはやっぱりすごくこう大事なことなんじゃないかな、それはまあ他のねいろんな人のメディアとか見たりとかして影響されたっていうのも当然あるんですけど、今回のマグネットでも丸山にあるこう古いあのアンティークの時計とか扱ってるお店をあの取材してるんですけど、それもまあ動きの一つでもありますし、あとまあ過去のでこれもなぜか函館の特集っていうのをやったことがあって、なんかこうあえてちょっと札幌からやるんじゃなくて、ちょっと函館の取材をちょっとバーッとこう強硬なスケジュールでやってあの一冊作ったんですけど、何かこうローカルなものにちょっと今興味があるので、これも何ですかね、年を取ってきたのかもしれないんですけど、で将来的には自分も当然もう老人になるわけですから、年を取ってきた時に多分僕はあのずっとメディアを作ってると思うんですよね。それがずっとマグネットかどうかはよくは分からないんですけど、ただ多分、メディア作りはずっとすると思うので、自分が本当にお年寄りになったら、こうお年寄り同士をつないで、こうなんかみんなが楽しくね、なんか生活できるような、あとやっぱり思うのはこうみんなそれぞれできることってあると思うんですよね。今は別にお年寄りだからといってもね、すごくこうスキルとか持ってる人たくさんいると思うんですよ。だからそういう人たちとか、あとやっぱりお年寄りのためにね、何らかのこうボランティアをしたいっていう人もたくさんいると思うんですよね。そういうのをなんかメディアでつなげてって、なんかこうなんていうか、お互いそこに住む人が持てる力を助け合って、何かこう、楽しくね、暮らせるような、そういったこう動きやムーブメントが動く、作れるようなこうメディアが作れるとすごいなと思うんですよね。フリーペーパーはまあそういうつながりが一番作りやすい、手渡しできるし、そうですよね、置いとけるし、配っちゃえばいいですもんね、配っちゃえるしっていうところで、一番そういう可能性を秘めたメディアというとそうかもしれないですね。そういうものをまた何だろう、ずっと、意地悪な言い方をすれば将来的にこれをご商売にしたいとか、そういうことはあんまり考えてないですか？あんまりないですね。ないってわけではないんですけど、もちろんビジネス的に動くっていうこともありえないわけではないとは思うんですけど、ただ根本的には、やっぱりこうライフワークというか、ライフワークで、やっていきたいっていう方が大きいですね。ただ何か今までのマグネットでも、こう一緒にこう何か企業の方と一緒にやられるようなことも、ある程度あるのでね、そういった形で、コラボレーションとか、そういった形はやっていきたいとは思うんですけど、ただじゃあこれをもうメインの仕事にするんだとか、そういったところはちょっと今のところ考えたことはないですね。やっぱこれまでもスポンサーとしてついてきてくださってる方っていうのは、もともとのこのマグネットを知ってて、これが好きで、これが良くて、うちのこの企画どうだいって持ってきてくださる方の方が多いですね。そうですね、本当に
スポンサーっていうよりも一緒に作りましょうっていう感じでやらせてもらってるので、そこは本当にすごく楽しくやらせてもらってますね。なるほど。自分が一番作りたいものを作りたい形で楽しくライフワークとして、はい、続けていらっしゃる石川さんとなると、今後はその年齢を重ねていって40過ぎて50になった石川さん60になった石川さん70になった石川さんがどんなフリーペーパーを作っていて何を発信するのかっていうのはとても興味深いと思います。ありがとうございます、ね、そこでまた新しいコミュニティが生まれるって素敵だなと思うし、やっぱりそのずっとねメディアを作り続けたいとおっしゃるところがとてもなんか個人的にも共感できました。 ありがとうございます。そうですよね。何かしらやっぱりメディアの発信って今は本当に誰でも簡単にできるからこそ、もっとなんかちょっとローカルなものとかもっとこう顔の見える、すぐこう喜んでもらえるリアクションが受け取れるっていうか、そういう、こうコンパクトにしていくのって悪くないですよね。そうですね。だから今って本当に、僕フリペとかメディア作りはずっとやってるんですけど、はい、もう昔に比べれば作るハードルってすごく低くなってると思うんですよね。昔はもう印刷もやっぱりコスト高かったですし、はい、こうインターネットみたいなものでこう世界中に情報発信ができるなんていうのはこうほんの 2,30 年前までは夢のような技術で、本当にこうメディアを作る基本ツール、そういったものがもうほぼ無料で使えるわけですから、ただそういったものがあるにもかかわらずまだそれをちょっと活用するっていうところがちょっと追いついてないところもあるので、まあちょっとさっきもお話ししましたけど、もっとそういったものを使っていろんなメディアがあって、いいそういったメディアの力でね、みんなが楽しくこう暮らせるような、こう札幌になればいいなって思うんですよね。そうです。フリーペーパーもあと札幌人図鑑もやってみたいなという方はちょっとお声かけくださいね。でみんなでまたネットワークすると楽しいですよね。楽しいですね。そうですね、フリーペーパーなんかその時代を一番映すって言われたのが本当にね、本当そうだなというふうに思いました。雑誌好きが高じてですね、今フリーペーパーマグネット11年ということですから、これはどういうところに置いてますか。ですね、はい、詳しいところはちょっとサイトを見てほしいんですけど、フリーペーパーマグネットとかで検索すれば出てきますけど、下に貼っときますので、そうですね、ホームページ下に、カフェとか飲食店とか、あとアート系の視察施設とか、あと一部映画館とか、そういった場所にありますので、まあちょっと詳しくはちょっとホームページの方を見ていただければ載ってますので。はい、今回の丸山で出会った時計の時間、これもとっても素敵な特集ですので、ぜひご覧になってみてください。はい、ということで今日のゲストはニュメロデュー、フリーペーパーマグネットの石川真一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。